この独立記念日の週末の旅行者数はパンデミック前の2019年に近い規模となり特に7月4日当日は2000年以降2番目に多くなる見通しです空港などでは混乱が予想されています全米の空港で旅行者数がパンデミック前の水準に戻る中パイロット、客室乗務員、そして航空管制官の人手不足が重なり 遅延や欠航便が相次いでいます先月25日土曜日と26日日曜日に合わせて1500便が欠航となり27日月曜日には800便が欠航となりましたその影響は28日火曜日も続きノースカロライナ州のシャーロット・ダグラス国際空港ではウィスコンシン州の自宅に戻れず足止めされている家族がいました 航空会社は代替便が提供できずはがーーのを、旅行会社に勤めるヘルナンデスさんもフロリダの空港で足止めされました。 専門家は責任を負うべきははは航空会社だけではないいと言います a disaster out there. 専門家は朝一番の直行便が比較的安全だとしています。 同時に旅行保険も検討の余地があるということです。